はい皆さんこんにちょうはですね、10月の19日ですね、水曜日となっております。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、今日の株式マーケットについては、結構ボラティティが高い一日となったんじゃないかなと思います。アメリカのオープンしたてのタイミングでは、ですね先物ベースでナスタック1.5%ぐらい上昇して、その後、一時期マイナス圏まで大きく下がったんですけれども、 また、大きく、まあ、決算なども含めです、ね、まあ、結果が良かったということで、大きく戻ってきておりますと。で今日の一番のサプライズは、ネットフリックスの件だと思うんですけれども、それはちょっと後ほど置いておいて、今の,そのマクロの環境としては、まあ、少しずつイギリスの金融不安だったりですとか、まあ、あとはもうある程度、まあ、年内いっぱいの利上げ、織り込み状況とかっていうところも、まあ、もう定まってきたという感じもあるので、少し、まあ、あの下方向への リスク要素みたいなものはま徐々にやっぱり本当に減ってきているというのはまあ一つまずあるんじゃないかなと思います。でまあその一方でまあ、11月の中間選挙だったりとかもある中で若干ちょっと反発をしていきやすいような環境があると思いますが、まあじゃあそこで買うのかどうかっていうのはまたそれぞれまあいろいろ考え方はあると思うんですがまあ、僕はですねまだ引き続きマクロの環境は 非常にまあ不安定だというところもあるので、まあ、積極的な買いというかですね、まあ、非常に自分の持っているキャッシュをまあ全部つぎ込んでというよりも、まあ、買うとしても徐々に徐々に様子を見ながら向かっていくというところの方がまあいいんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはそのできるだけ短期間に自分の持っているキャッシュを全部使うというよりも、まあ、本当ある程度あのまあ1年とか1年以上かけて使っていくというような姿勢でも、まあ、全然十分まあ僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。なので まあ、焦って何かをするというよりも、まあ、しっかりとまだ、えー、マクロの環境も非常に悪い、まあ、期間がですね長く続くんじゃないかというふうに見られてもいますので、えーまあ、あの焦らず資、まあ、産運用というものは今後も継続していくものなので、えーまあ、時間をかけてですね、まあ、やっていただけると、まあ、僕はいいんじゃないかなというふうに思っておりますで、えー、今日につきましては、まあ、先ほどのネットフリックスの決算ですとかあとは 現在のイギリスの状況そして結構世界各国で非常に重要なニュースがいくつか出てきておりますのでぜひですねそちらの方も最後まで動画をご覧いただけるといいねう、えー、しいなと思っておりますはいということでここからですね進め見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは f h t t 様のスポンサーでお送りをしております FXTT はですね、一つの口座解説をするだけで、株、為替、仮想通貨、そしてコモディティまで取引できるプラットフォームとなっております。で今現在ですね、概要欄の方のリンクから口座解説をしていただきますと、口座解説をしていただくだけで、1万円分の取引ボーナス、そして今ですね、12万円分の ボボーーーナナススをもももららううままで入金額の70の70%、ね、取引ボナスがもらえるというキャンペーンペやっておりますでプラスそれに加えて30万円以上入金した場合は入金額の 30%30 30万円未満の場合は取引額の20%のボーナスを120万円上限でもらえるというキャンペーンを現在やっておりますのでぜひです、ね、このボラティリティが非常に高い状況そして11月の2日にフォームシーンもあるのでそういったところへの準備という観点で ぜひこちらのボーナスを使っていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでここから質ですね、見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね、プラスの1.12%、S&P がプラスの1.14%、S&P じゃなくてナスダックがプラスの0.9%となっておりますで、ラスト2000がプラスの1.16%となっております。で、米国の10年債の金利なんですけれども、ほぼフラットで4%で終わっております。 FX なんですけれども、ちょっと日中ですね、ドレの介入があったんじゃないかという話もありましたが、まあ、引き続き149.24ということで、149円台維持をしております。で、コモディティ関連なんですけれども、原油については今日は大幅下落をしておりまして、83.21ドルまで2.6%下落をしておりました。かなりやっぱりその原油関係に関しては、本当ちょっとありえないぐらい毎日ボラティティが高いので、 まあトレーダーの人からするとまあいいかもしれませんけれども、まあ、結構気が気じゃないですよね、まあ、これを取引するのは結構難しいなと思うんですが、えー、まあこの辺りも、あのーまあ、得意とするトレーダーの人がいるっていうのは本当にまあすごいなという感じではあるんですが、まあ、この辺りも非常に動きが活発になってきておりますで一応チャートを見ていきたいと思うんですが現在ですねこちらが今ナスダックのチャートなんですけれども 今、プラスの1.4%ぐらいまで来ていますと、で、ちょっとチャートをですね拡大して見ていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、き、えーまあ、今日のチャートなんですが、まあ、日中も含めて、えー、大きく上がっていたところから下がって、また戻して、で、アメリカの時間ですかね、まあ、日中下げてたんですけれども、えーまあ、最終的には決算とかも含めて、大きくまたぽーんとアフターで今、上がってきているというような状況になっていますと。でじゃあこの本当に 決算でのま自体がいいものが出てくるかっていうところに加えてこの決算が全体的にまあそのいい株価上昇を継続させるようなニュースになるかっていうことだと思うんですがまだまだやっぱり今後継続して f e d はですね利上げをしていくとでそれによって経済を抑え込むっていうところもまあ一つある程度意思としてはあるのでこれがまあその経済がいい状況が まあ続くかどうかっていうとちょっと疑問は正直ありますよねなのでまあこの辺りはあの決算がいい数値についていくかどうかはちょっと考えておいた方がまあいいのかななんていう僕は感じてはおりますとで、えー、こちらがですね少し、えー、とまあ冷やしに戻しますが2年祭の,の再建利回りになっておりますが こちらはそんななに動いてないてですね4.43というところで4.5%近辺というのはある程度維持をしてくるんじゃないかと思いますしこの金利が大きく下がったタイミングでおそらく株価は上がってくるかもしれませんが金利が下がり続けるということは今のタイミングで正直ないと思うのでそこはですねちょっとブルトラップベアトラップなのかブルートラップなのか分かりませんがベアマーケットラリーという形で まあ最終的には株価は上値重い状況で、まあ、あの、まあ、それが続くってことはあまりないんじゃないかなというふうに僕は感じております。はい。で、ここからですね、非常に重要なニュースをいくつか見ていきたいと思うんですが、まずはこの株価を大きくですね、アフターでも押し上げている一つの要因で、ネットフ l ックスの決算がありますと。で、241万人のサブスクライバーの上昇というものがあったんですけれども、これがですね、まあ、驚異的で、 マーケットの予想はですね100万人ぐらいだったんですよなので2倍以上の伸びを見せたというところがまずは1つありますと APS についても3.1ドルで予想が2.13ドルというところでここに関してもかなり大きくビートしてきているというのでビートっていうのは予想を余っているところですねなでかなりサプライズな決算内容だったっていうのも非常に大きくマーケットには寄与をしているんじゃないかなと思いますであとはここの上に ブレイキングというふうにありますけれども、まあ、ユナイテッドにつきましては、ハイアープロフィットストロングディマウンドということで、まあ、予想を超えるような非常にいい決算だということで、まあ、決算シーズン始まって、ちょっと、アメリカの銀行の方は、まあ、いいとこ悪いとこっていうのはありましたけれども、まあ、それ以外のセクターでも非常にいい決算が出てきたことで、株式マーケットをですね、まあ、少し下支えされるような要因が、また一つ、まあ、増えたかなという感じですかね。はい。で、一応ですね、今の現在の 利上げ状況なんですけれども、11月、12月に関しては、まあ、継続して75ベースポイントの利上げが、まあ、今、ほぼメインシナリオになっています。で、それに加えて、やっぱ注目して見ておきたいのが、2月のタイミングでの利上げ状況だと思うんですが、今現在ですね、25%の折り込みがまあ7割ぐらい、8割ぐらいかな、8割ぐらいですね。で えー、50ベースポイントの利上げっていうのが、まあ、大体20%織り込まれているような形なので、まあ、これ以前から申し上げている通り75ベースポイントずっと利上げをしていく中でいきなり次の利上げが25ベースまで下がるっていうことは正直、まあ、結構難しいと思うんですよね、まあ、なのでこのあたりの織り込み具合っていうのは、まあ、少し注視して、ね、見ていきたいかなと思いますし、まあ、ここはもう少し織り込み具合が進んでくるという前提で、まあ、僕は見ておきたいなというふうに感じています、はい、で他のニュースなんですけれども 最近ですね非常に話題になっておりますイギリスの新首相のトラスさんなんですけれども今回ですねその減税を撤回したということでかなり国内外からこのトラスさんの信頼がですねめちゃくちゃ落ちているということが言われておりましてやめませんっていうふうには言っているんですが今あのイギリス国内も含めてですねジャーナリストの中たちのまあいろんなその 投票というかあの意見を聞いた中でもう90%が辞めるというふうにもう言ってるんですよね。で、おそらくこのトラスさんが辞めた、辞めることによって、ポンドだったりとか、まあ、あの財務状況、財政状況みたいなものは、マーケットを回復していくというふうに見るんじゃないかと思うので、これが変わるというようなことがある程度決まってくると、ポンドの回復っていうのもさらに高まってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、ある程度その欧州の金融不安みたいなものも、 まあ短期間かもしれませんが、まあ、若干落ち着いてくるかと思います。しかし、引き続き、えー、他のですね、まあ、あの国の金融機関に関しても、まだまだまあ危ないというかですね、何が起こってもおかしくないという状況かと思いますので、えー、このあたりはあの注意をしながら、えー、まあポジショニング、しっかりとっていきたいなというふうには思っております。はい。で、これ以外のニュース、まあ、関連ニュースになってくるかと思うんですけれども、その、欧州の方というか、イギリスの方で、 年金運用機関がですねレバレッジをかけて運用していたことでアメリカの年金運用機関大丈夫かみたいな感じでめちゃくちゃ今ですね問い合わせが来ていると。で結果的にはですね大丈夫なんですけれどもそれよりも驚いたのが年金を運用しているイギリスですねの金融機関がかけているレバレッジ比率皆さんどれぐらいだと思いますでしょうか年金ですよ年金皆さんの年金が運用されていてレバレッジかか,かっていたんですけれども 今回の場合なんんと7倍かけられてたんですよでつまりそれどういうことかっていうと例えば株に投資をして14%その投資している株が下がった場合自分の年金が全て吹っ飛ぶっていうような運用をしてるんですよね、まあ、そんなのもありえないじゃないですかでそういったものをまあこれまでずっとやっぱやってきたっていうのが、まあ、トラックレコードとしてまあ今回まあ出てしまいましたし もしかしたらそれって自分の年金運用している会社もそういうことやってるんじゃないかみたいなことがおそらくのまの国々の人も今回あの危機的になんかすごい困って何ていうんですかね、まあ、問い合わせをしたくなったんでしょうね。でこれをアメリカの方でそういった問い合わせが起こっているんですがおそらく今後この年金期,あの期間とかのレバレッジ 運用の方針とかも変わってくるんじゃないいかなと思います。で本当にもうあと一歩寸前でその年金のファンドが全損、まあ、ではないですけれども、まあ、マージンコールかかるような状況になっていたということで、まあ、これは本当に許し難い事実だと思いますので今後この辺りがどういうふうに法改正されていくのかっていうところも含めて法改正というかまあ規制かもしれないんですけど、まあ、ちょっと見ていきたいですよね。はい で次のニュースなんですけれども今 EU でですね、まあ、先物市場がありましてそこのえと価格の上限っていうのをまあもうキャップしちゃいましょうとんでもこれ以上、まあ、ある意味その天然ガスとかの取引の価格が上がらないようにすることで物価安定を図りましょうみたいなことが今話をされているそうですとでそもそもそんなこと可能なのかっていうのがあると思うんですが今中の調査として そのノルドストリームでしたっけあのロシアからドイツの方に送られるパイプラインってどれぐらいそのまた問題が起こりそうなのかとか、まあ、こういうことが起こったらどうなるのかみたいなそのなんていうんですかねプラスそれに加えてほかにまあどういった需給関係の問題が起こりそうなのかとか供給関係でまあ起こりそうな問題政治的な問題とかっていうのも、まあ、いろいろと 調べているそうなんですね。で、それをある程度調べて、可能そうであれば、まあその先物価格の上限を決めて、それで、えー、まあある程度その物価のエネルギー価格の安定化っていうのを図ろうということを今議論しているそうです。うん、これはですね、あの相当難しそうですよね。まあ、実際のそのキャップをしたとしても、何か本当に問題が起こったときに、まああの 価格っていうのは実際に跳ね上がるのでこのマーケットで取引をしている人たちの、えー、まあ大きな損失を抱えるみたいな状況は免あああれないのかなと思いますので、まあ、実際問題はすごくまあ難しいかなと思いますがこれを実現するために、まあ、EU としてはますますロシアとの関係性をですねいいものとして維持していかないと難しいと思うので、まあ、より一層ですねそのロシアのまあパワープレイというか まあそういったものがです、ねまああのまあ、まだまだ見えてくるんじゃないかなというふうに僕は感じています、はい、次なんですけれども今ですね、まあ、あのアメリカの方の工場の、えーまあ、キャパシティどれぐらい使ってるかっていうのが、まあ、徐々に徐々に今上がってきているとで全体平均で見ると今違う80%ぐらいまで上がってきているそうなんですが、まあ、これはですねあの過去の数字を見ても80%って結構そこそこ近年で見ると高いんですよね で今これがどんどん上がってきてしまっていることによって、えー、もっと物価がですね上がってくるんじゃないかということが懸念されていますとでやっぱりもっともっと工場を稼働させることによってメンテナンスのお金もかかりますし部品をま,あまた修繕みたいな形でかかるのもありますしもっともっとやっぱりそのマテリアルっていうんですか何ていうの原材料か原材料を買わなきゃいけないような状況にも まあ追い込まれますし、これがまあさらなるインフレーションのリスクになるんじゃないかみたいなことが懸念されている記事ですね。で、まあこれがまあアメリカの一部の地域とかっていうのも全体平均でこういった数値が出てきておりますので、えー、このあたりはまあ少し心配だなというのはまああの見ておきたいポイントかなと思います。ただし、まあこればっかりを見てすべてを判断できるっていうわけじゃないので、えー、まああのこれでもうじゃあ完全に 物価上昇しますよっていうのは言えないんですけれども、まあいろんなやっぱり雇用統計だったりとか、まあこういった工場の稼働率だったりとかを見てみると、まだやっぱり本当にそんな簡単には物価上昇が収まるようなまあ環境には今ないのかなというふうに改めて感じさせられますよね。はい、次見ていきたいんですが、今中国でですね、まあ GDP のまあ今後の見通し発表みたいなものおよびまあこれまでの結果の発表みたいなものを今遅らせているということが 起きていましたでこれってこれまでなかったことで GDP の,その成長率を誇らしげに掲げるっていうのはやっぱり中国の中で一つイベントだったと思いますし今後のさらなる GDP の成長率というものをやっぱり掲げるというのも一つ大きなイベントだと思うんですけれどもこれがいよいよ今できないような状況になってきていて中国としてはますます非常に経済的にも厳しいような環境に今追い込まれていると。 で世界的なです、ね、この経済状況の悪化だけじゃなくてアメリカとの関係悪化というところも非常に中国に対しては大きなインパクトがあると思いますし、まあ、今後あのその半導体なしにはやっぱり今中国が力を入れている機械産業だったりとか AI とか、まあ、ブロックチェーンも含めてなかなかその、まあ、経済と規模で規模をす、ね、拡大していくというのは難しいので、まあ、本当に。 あの世界経済どうなっちゃうんだろうっていうのはこういった数字を見ても感じますよね、まあ、数字というか状況を見ても感じますよね、まあ、あの実際にどういった数字が出てくるかわかんないんですけれども、まあ、この辺り今後もまあグローバルな経済の懸念点の一つになってくるんじゃないかと思うので、えー、注視をして見ていきたいかなと思います。はい、でこちらですね、まああまりあの聞き慣れないニュースかもしれませんが南アフリカはで,ですね今どん,どん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 金利が 上上がっていっててて物価も上昇しますと。いでこれでやっぱり一番の大きな理由はアメリカの金利の上昇に加えて物価がグローバルに上昇していてそれが物価上昇そして金利上昇というところにダイレクトにつながっていっていると。で、まあ、この中でも書いてあるのがまだまだインフレのその頭打ちが全然見えないと。で継続的に今 あの南アフリカですね利上げをしているんですがこの黄色の線がです、ね、今の現在の利上げペースになっていますとでこのブルーのラインが2014年から16年赤のラインが2006年から8年でこの黒のラインが2002年なんですが過去と比べてみても結構早いペースで金利を上げているんですよねでこれがまだまだ加速するんじゃないかっていうふうにも懸念をされておりまして えまあ先日も別の国でこういった状況ですよというのをお伝えをしたんですが本当にもうグローバルでまあ利上げがどん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 継続していくとでこれがまあ加速していくとグローバルで経済がどん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 まあ縮まっていくというか減速していくような状況に追い込まれるのでおそらくそのアメリカがまあどうこうっていうだけじゃなくてそのグローバルの経済縮小のスピード感みたいなものは結構その加速度的にまあ 来年起こってくるんんじゃないかと思うんですよねでそれが思った以上のインパクトになるようであれば、まあ、株価についても、まあ、結構上値が重いような状況だけじゃなくて、まあ、本当にもう一段ドーンと下がるようなタイミングも、まあっておかしくないんじゃないかと思いますしまあそこで、えー、物価上昇が収まればいいんですけれども、えーまあ、経済が減速していたとしても物価上昇が継続するみたいな感じになると、まあ、ますます本当に。 株価、まあその不安定感みたいなものが加速していくんじゃないかと思うので、まあ、この辺りアメリカだけじゃなくてグローバルでのこういった金利上昇物価上昇のニュースみたいなものも継続的に注意を払っていきたいなと思っております。はいということでいかででしたでしたょうか最近ちょっと株価反発をしてきそうな感じがありますけれども、まあ、焦らず資産運用していくのが僕はいいかなと思っています。まああの やっぱり来年非常に不安定というのもありますしまあ今短期的に反発をしているので買いたいという気持ちもあるかと思うんですけれどもまあもし買いたいのであれば一旦は自分を納得させるためになだめるために少、まあ、額でも買ってみてもまあいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、これはやっぱりその,あのやっぱりその精神を安定させるっていうのは資産運用していく非常に重要でやっぱ自分の資産の運用がうまくいってないもしくはそこに不安があるっていうのは 日常の生活にも結構影響が出てきたりもするので、まあ、その辺りはあのしっかりと不安定にならずかつ自分がやるべき、まあ、例えば仕事だったりとかビジネスもしくは子育てなのかいろいろとそれぞれあると思うんですけれども、まあ、そういったところに、まあ、しっかりと向き合えるような余裕を、うん、あの持てるように逆に持てないような資産運用だと、まあ、ちょっとリスク取りすぎだよっていうのもあると思うので、まあ、その辺りを、まあ、本当にバランスよくですね えーまあ、やっていただけるようにあのどういうふうにやっていくかっていうのも、まあ、そこの場面場面で考えていっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、僕は本当に今、まあ、キャッシュポジションが大部分なので、まあ、かなり精神的にそういう意味ではまあ安定はしているんですがあの、まあ、少しずつやっぱりリスクというか資産運用というものをもう少し、えーまあ、リスクを取ってやっていかなきゃいけないなとは思うので、まあ、本当にあのキャッシュを。 まあ2年ぐらいかけて使っていくぐらいのイメージの方が、まあ、そのパフォーマンスがどうかっていうところも重要なんですけれども、まあ、その精神的な安定化みたいなところも含めて、まあ、いいのかなというふうにあのこう最近は感じております、はいまあ、無理にリスク取るのも、まあ、あのいいんですけれども、まあ、そこは自分の資産の状況とあとはまあ家族構成なり自分の未来のプランなり、まあ、そういったことをベースに常に考えていくと、まあ、あのよりいい資産運用ができるんじゃないかなと思っております。 はい、ということで皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。